アニメサザエさんの花沢さんなどの声優として知られる山本恵子さんが亡くなっていたことがわかりました。83歳でした。所属事務所によりますと、山本さんは今年4月18日に敗血症のため亡くなったということです。1940年生まれで大阪府出身の山本さんは、サザエさんでは花沢さん、ちびまる子ちゃんの山田君。 天才バカボンでは主人公のバカボンの声を担当するなど幅広い作品で活躍しました不法を受け30年以上にわたり山田君の声を担当したちびまるこちゃんの公式 SNS は山本恵子さんは1990年から2023年12月17日放送のマルコ記念写真を撮りたいの巻まで山田君役を演じていただきました 長い間本当にありがとうございました。ご冥福を心からお祈りいたしますとコメントを掲載しました。所属事務所によりますと、通夜及び告別式はすでに近親者のみで取り行われたということです。